もしも孫悟飯がムッツリスケベインキャだったら、コスプレ会場着いたね。みんなクオリティ高えな。君の孫悟飯ほどではないけどね。君もどっからどう見ても髪がある時のクリリンだね。いやこれ一応トランクスなんだけど。うわ、ご飯じゃん。なんかポーズとかやってもらってもいいですか？やったじゃん。ご飯に似てるって。あったかい対応しないと。いや、あの、僕そういうのやってないんで。オープン冷やご飯。めちゃくちゃ冷めてんじゃん。あ、僕が代わりにピッコロのモルマネとかしましょうか。これが本当の神対応。みたいな。言っちゃったね。こんなにいっぺい人いるし、大丈夫でしょ。いや、急に悟空の喋り方すんなし。今君、ご飯だから。あ、つい地元の新潟弁が。オープン腰光。君、新潟生まれの？そうだよ。お父さんとお母さんが、新潟のキャンプ場で知り合って、そのまま外で愛を育んでできたのが、僕。オープン飯盒炊飯。外で作るご飯は格別だもんな。見て、すっごいクオリティの父だ。え？そんなにご飯のお母さんそっくりなの？いや、エロコスプレイヤーの胸だよ。オープン偽父。それはいろんな意味で偽物だから。みんなコスプレイヤーの胸、取りまくってるね。下心だらけじゃん。君の。カメハメハで、やっつけちゃえよ。写真じゃなくて、リアルでやりたいよね。オープン、ハメハメハ。でも一応、僕も写真撮っとこうかな。おい、エロご飯め。夜のおかずにする気だな。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。